ちょっと早速なんですが、何ですか、イントロクイズやってみますか。あ、やろう。はい、じゃあ、じゃあ楽しみですね。じゃあ、いきますよ。楽しみです。はいはい。ドゥルルドゥルルドゥルル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 ル、風の強さがちょうど歌ってますね。イントロクイズって言ったら歌ってますよね。真面目に見つめた君が恋しい、目の前でずっと輝いている幸せな麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる、このような優しさでそっとぎゅっと抱きしめて抱きしめて離さない。もう一度気持ちよくなって歌っちゃった。すいません、イントロクイズ。はい、こうだった。え、言ってたよ、言ってたよ、言ってた、言ってた。あ、あった、言った。はい、世界に一つだけの花。なんぜなんぜ。え、部分違います。おあ、あいみょんでマリーゴールドでした。あ、言ってた。あ、ってなってたし、あの、惜しいねんけどね、世界に一つだけの花とマリーゴールドが花やから、うん、ちょっとね、それでこんがりがってたんですかね。じゃあもう一問、もう一問、大丈夫。僕らはきっと待ってる、君とまた会える日々を、桜並木の道の上で手を振り叫ぶよ、桜桜いざ舞い上がれ、永遠に三千目く光を浴びて、さらば友よ、またこの場所で道の上で、お前これイントロなかった。はい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 、はい、世界に一つだけの花。なんぜなんぜ。あ、ブーちゃいます。違う、森山直太郎で桜読書でした。まあ、花と花って似てるから、似てる、そうだ、惜しいね、惜しいね。桜読書と世界に一つだけ並んで、2003年3月ですから、新年発売一緒やから。あ、そっちだよ、そっちか、そっちだよ。ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワン。はーい、はい、はい、いい歌、いい歌、正解。どうもありがとうございました。